オタハの秘密基地。ゼロ、ワン動画をご覧の皆さん、こんにちは、オタハです。今日紹介するおもちは、これだ新番組、仮面ライダーゼロワンプログライズキーシリーズ、光るなるデラックスフライングファルコンプログライズキーだ <laughs> おー、新仮面ライダーのガングがついに一つ目登場今年も一年間よろしくお願いします。 みんなよろしくね。さあ、それでは早速レビュー行こう。今年の仮面ライダー01。令は一番最初なのでね。その名も01。これは仮面ライダー01が使う。プログライズキーの中のフライングファルコン。これを使って仮面ライダー01、フライングファルコンに変身します。かっこいいよね。今年の仮面ライダー01僕すごい好きです。なんか東映の 仮面ライダーシリーズよりもっともっと前、バロム1とか、超人ビビューンとか、なんかそういう感じの、なんかデザインっていう感じがして、こう本当に原点回帰なかっこよさがあります。で、まあこれを使うわけですね。これは光る、鳴る。今後1年を通じて、こういうプログライズキーがたくさん発売されます。箱の大きさこんな感じです。おー、いいね。ちょっと遊び方見ていこう。1、単品遊び。 ボタンを押して起動、光る、鳴る。ウィングファルコンズアビリティ英語だね。2、別売りのデラックス x ヒゼロ01ドライバーで仮面ライダー01、フライングファルコンに変身。これが01ドライバーですね。これは8月の下旬に発売されます。まだ発売されてません。一応現物ないけどね、見てみよう。プログライズキーを起動後にベルトにタッチ。オーサライズ これをやった後、プログライズキーを変形。ベルトに装填。ここの部分がこう展開するんですよね。で、これをセットすると、プログライズ。で、フライトゥーザスカイ。フライングファルコン。uh, spread your wings and prepare for force. こういう風にね、叫びます。英語が多いね。これが仮面ライダー01。フライングファルコン。おー、かっこいい。いい色だね。これはね、 えー、鮮やかなピンクですね。もしくはなんだろう、うこれマゼンタかな鮮やかな色です。箱はこんな感じ。ちょっとこう、ゼロワンが、あ、お面をかぶったような感じまあ、僕から見てね。そういうイメージです。さあ、それでは早速開けよう。楽しみだね。OK ろ !OK ろカッターナイフを使うときは気をつけてね。おー、ワクワクする。 せーの。じゃーん中はこのように入っています。それからこれが説明書こんな感じ。で、今回遊べるのは単品遊びかな。裏側はこのようになっていて、デラックス秘伝01ドライバーでの変身のやり方とか。あとは別売りのデラックスエイムズショットライザーで変身。 ああ、あ、これパッケージに書いてあったな。これだ、これだ。ちょっとこれの遊び方どういう感じなんだろう。プログライズキーを起動後にベルトに装填。オーサライズ。で、このままセットしてプログライズキーを変形させるといった感じですね。ブルーが貴重のカラーリングとなっています。で、これの遊び方が書いてあります。お、あとはこれはなんだ武器だね。デラックス。アタッシュカリバーで必殺技遊び。武器で、 こう必殺技遊びにも連動します。遊び方はこんな感じ。いやー、早くベルトが欲しい。ブリスターのパッケージじゃないんだね。じゃーん。あ、こっちか。おー、このようになっています。これはクリアーパーツになってて、ここの部分がピンクの。まあ、マゼンタかなプリントがあります。フライング、ファルコン。アビリティ、ウィングこんな感じ。お、なんか押せそうだけど押せない。 こういうところ、うん、全然押えないな。あ、ここにスイッチがありますね。QR コードがここにあって、こういう感じ。おお、なんかメカニックな感じで、いいねっ早速、音声聞いていこう。いきまーすボタンここ。せーの。Wing!Wing! バルカンスアビリティ。フルカンスアビリティ。ここの部分が発光します。それから、ここをセット。あ、開けるとこういう風になってるんだ。おお、なんだろう。これは骨だね。えっ、ー、と、ウィングだからなんだろう。こう、鳥の骨みたいなのがあります。ちょっとこう、メカニックな感じ。 これはシールです。はあ、こういう風になってんだね。あ、これでベルトにセットするんだ。<い>この状態でも。ここが光ります。ああ、ベルト。あ、ここになんか認識 P みたいなのある。ちょっとちょっとやっていいと思う。ちょっと押してみよう。これなんかあるから。何もない。何もない。 ちょっと待って待って待ってつまようじににこわるぞちょっと2個同時に押してみます何もん,なんかちっていったうん、何もないですあーああこれここを押してこうとかああ何も反応しないねここは うん、なんかちょっといろいろ押せるとこいろいろ押してみたんだけどこの単体では何もできないねああ工夫が凝らされていますちょっとこれで終わるの寂しいからもう一回聞こうーーーーああこういうふうにねこうあの頭の横のところに持ってねこうーーこれで変身ってやるんだねああこれは すごい楽しみだ。あ、ここがベルトの、あの、あそこの部分に、あそこっていうか、こう真ん中のところに来るやつだね。だから今回はファルコンだから、この鳥のような造形になっています。はーい。いちなみに、わかりやすい大きさ比較。ライドウォッチと比較するとこんな感じです。まあ、ボリューム的には同じなんだけど、今回のプログライズキーの方が少し大きいです。音量はどうだろう ま、大体同じくらいです。一通りの遊び方は、こんな感じというわけで今回の仮面ライダー01デラックスフライングファルコンプログライズキーのレビュー、いかがだったでしょうかこれ単体だと2種類の音声がありましたね。ファルコンと、えー、ふ、ね、な、あ、違う、ウィングと、ファルコンズアビリティ。こういった音声が入っています。早くとにかくベルトが欲しい。 今年もワクワクだね。僕個人的には、あの、アンジャッシュの小島さんが出てるのが、<laughs> すごく、あの、好きですね。僕は小島さん好きなんで、あの、劇中での、あの、どんな活躍をするか楽しみだね。なんとなくこう、ラスボスになりそうな感が、こう出てんだけど、まあ僕個人的には小島さんが楽しみです。あとは他にもね、この01以外にもたくさんの仮面ライダーが今回は同時に、こう、登場します。 女性ライダーの仮面ライダーバルキリーとかね、いろいろいてすごくワクワクします。この動画を見てるあなたも、この仮面ライダー01に対する期待とか、まあこういった商品、おもちゃのこととか、気になったことあったらぜひコメントください。みんなからのコメント待ってます。今回の動画、面白かったな、楽しかった。参考になった。俺も仮面ライダーが好きだという方、チャンネル登録や熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。いつも本当に励みになります。 それでは次の動画でお会いいたしましょう。おたわでしたまた一年間よろしくねまたね